今日ここに集まってもらったのは、ここにいるメンバーが知っている怪談話だったり不思議な話だったり、たくさんの浮かばれていない逸話を供養していこうと思います。私が行かせていただきます。とある田舎町の不思議なお話です。部屋の中にいるの、助けて。この前変なもの見たの。何変なものって。この部屋に来た時元からあったものとかあれば。いわくつきとか形見とか。あ、ここで殺人事件が。やばいやばいやばい。みんなそれぞれありますよね。信じられない話、信じたくない話。